デルフィナ・ポトツカ・デルフィナ・ポトツカ・白爵夫人は、ポーランドの貴族女性。二人のポーランド人亡命芸術家、フレデリック・ショパンとジグムント・クラシンスキの友人にして、ミューズであった。父親は、スタニスワフコマル、母親は、ホノラタオ・ルーフスカと言った。1825年に、ポーランドをロシアに売り渡した。 外国奴やつとして知られるスタニスワフ・シュチェンスヌイ・ポトツキ、白爵の息子、ミエチスワフ・ポトツキ白爵と結婚した。間に二人の娘を設けるが、結婚生活は不幸であり、結局ポトツキ白爵と離婚した。ポトツカは、美貌や知性、芸術的才能で名高く、夫と別居後は外国に出て、ショパンや、ポーランドロマン主義の詩人。 ジグムーンとクラシンスキ伯爵と交流を深めた。フランス到着後のショパンにピアノの指導を受けている。デルフィーナ・ポトツカとジグムーンとクラシンスキとの出会いは1838年12月24日に遡る。ポトツカはやがてクラシンスキのお気に入りの相談相手となり、心の奥底に秘めた思いを打ち明けられるようになった。死、と、 メシア主義的なし、夜明け前はポトツカのために作られたことで名高い。ポトツカはクラシンスキの恋愛の主だった相手となり、その感情に完全に報いた。しかし二人の関係は1846年までに収束し、その後は元の親友同士に戻った。クラシンスキが1843年7月に白尺令状。 エリーザ・ブラニツカと結婚したことも影響している。ポトツカは、ショパンの既得に駆けつけて、苦しみを癒すために、本人の要望でその美声を披露したと伝えられている。ショパンは、ピアノ競奏曲第2番と、3つのワルツ作品64の第1曲を、デルフィーヌ・ポトツカ伯爵夫人に捧ぐとする剣術記で、出版した。作品64は、ショパンの おそらく最も有名な二つのワルツ、第六番と第七番が収録されており、ポトツカに検定されたのは前者である。デルフィーマ・ポトツカは、フランスに隠ししモンモランシーのポーランド人墓地に埋葬された。ショパンやクラシンスキとの友情は、往復書館集、デルフィーマ・ポトツカへの手紙によって、普及のものになっている。ありがとうございます。